第17幕エニーデイズナイト。夜だ。わあ、月が綺麗なのです。本当にこの大陸に鍵があるのかな。ま、確かにここが朝の訪れない地って感じだけどな。何はともあれ、あの明かりのついた町に行くのです。あ、列車が出てるけど。これ、乗って大丈夫なの？あの世に連れてかれたりしないよな。怖いこと言わないでよ。サボテンじゃねえか。ああ、じゃあ普通の列車なのですね。サボテン？はい、サボテンでございますと。なんで脅かすのよ。それはあまりにもビクビクしてたでありますから、脅かさないのは失礼かと。脅かす方が失礼に決まってるでしょ。避けるな。殴られた。避け続けて54年伊達にサボテンはやっておらんよ。こっち姉ちゃん。姉ちゃん、大丈夫か？よし、まだ鈍ってない。だからって俺を叩くな。まだまだ私には届かんよ、大人の少女よ。いつか必ず一発入れてやる。おいおい、違う話になってるよ。なのです。はい、切符。それでは。ちょっと待て。くさび刺さってるね。連邦の領土ってことなのですね。気をつけてこ。でも一生縁がなさそうな場所だ。まあ、ランは本全然読まないからね。でも姉ちゃんもこんな暗いところで本なんて読めなくね。あれ、確かに暗すぎるかも。夜の大陸だから夜なのはそうなんだけど、時間的にはまだ早いよね。それに人がいる町にしては静かすぎるのです。おい、大丈夫か？
うしたんだ？え？え？逃げて！え？こっちだ。ついてこれるか？はい。おう。なのです。相手がミラージュだってんなら、もう大丈夫です。よっしゃ、おめえバンザーイ。はい、ナノです。バン、まあいいか面倒だから、私もバンザーイ。ミラージュ使い、そうか、丘からの大人だな。はい、そうそう、だからミラージュ相手なら任せてくれ。そういうことならこっちに来てくれ。誰だ、そいつらは。セリス、この二人は丘からの大人だそうだ。丘からの大人だって？あの、よかったら何が起こってるのか教えてもらえますか？ああ、今話そう。クサビが現れて、ミラージュたちが。ああ、俺はツインエスの依頼でクサビが現れたこの町を調べに来たんだが、クラウドが来た時にはすでにヴァンパイアどもが現れて町は大混乱だったようだな。ようって？私は図書街の、特にこの古代図書エリアを守るために雇われた戦士だ。なのでここから離れることはほとんどない。それにここは静かだろ。町の様子は奴らが侵入してくるまでまるで気づかなかった。そういえば彼は？うん、その辺で本を。いないな。シド、どこですか？シド、返事をしないのならここらの本を燃やしますよ。待て待て。相変わらず乱暴だな、チミは。うお、変なのが喋った。ミラージュなのです。私もそう思うんだが。チミたちは失敬だな。わしは人間だよ、人間。まあ、たまに。バカこんな感じでたまに暴走するので落ち着かせるのも私の役目だ。落ち着かせるって、これもう壊れちゃったんじゃないですか？復活！それが何度壊しても壊れないんだ。これは
これ呼ばわりとはチミは本当に、はいはい、話を進めたいのでいいですか。ん、そういえば何だったかな。ああ、ビブリオマニア。じゃあそれで本を寝ないで読めるように体を改造しちゃったんですか。いやいや、チミチミ、わしは愛書家だよ。言うなればビブロフィディアと呼んでくれたまえ。突っ込むところそっち。改造というより何でも偶然ここに運び込まれた。それにたまたま魂が入ってしまったらしい。たまたま魂。ほえ、じゃあある意味本当に人間なんですね。玉が、玉が本当のところか。どっかどう見ても人間ではないか。いやいや、全く人間じゃないから。それより君たち、丘からのオービタだって。それこそなんかとってもうさんくさいな。うさぎくさい？ああ、くさいのはこいつね。だけど、こいつキツネっぽいから、むしろキツネくさいって感じだと思うぞ。またくさいって言ったですね。いい加減にするのです。玉はとってもフレグランスで上質な香りなのです。くさいと言われたのは何の存在なのです。フラダンスな香りとか存在がくさいとか、わけわかんねえボケすんな。いやいや、フレグランスかは置いといて、今回タマは何にもボケてないから、四十ボケっぱなしはラーンだから。四十？四十回もボケてねえし。四十どころか何百何千もボケてるわよ。てか、そもそも回数の話じゃない。なるほど、チミたちは芸人か。お前ら、いい加減本題に入れ。では話を戻しますと、あの牙が生えてた人って一体何だったんですか。おお、姉ちゃんさすが。あれはヴァンパイアどもに血を吸われヴァンパイアになってしまった人たちだ。え、人がミラージュになってしまったってことですか。それって元には戻せないのです。そうそう、元に戻すといえばな、わしが若い頃にの、いや、あれだ。おお、思い出した思い出した。ヴァンパイアになってしまった者も、早いうちに血を吸ったやつが倒されればちゃんと人に戻ると、いくつかの書物にあるな。あ、じゃあその血を吸ったヴァンパイアをできるだけ早く倒していけばいいってこと。そういうことだな。まあ、しかし血を吸ったヴァンパイアも元は人間。それを倒すということは一人を助け一人を見捨てるということにならんか。まあ、あんな状態じゃ本も読めんだろうから、生きていても意味がないのかもしれんがな。いえ、本が読めないのは関係ないと思いますが、でも確かに両方は助けられないですね。マジ？どうしたらいいんだよそれ。最初の犠牲者を作ったゼロを倒すのはどうだろうか。ゼロ？あ、なるほど。ヴァンパイア増殖の始まり、ゼロ番目のヴァンパイアか。ああ、仮にオリジンと名付けよう。そいつを倒せば芋づる式に。そっか、血を吸ったヴァンパイアの血を吸ったヴァンパイア、その大元のオリジンさえ倒せばいいんだ。どうだろうシド、いけると思いますか。この混乱が起きてまださして時間も経っておらんし、ま、いけるだろうな。なるほど、いけるか。わかったか、タマ。当たり前なのです。そうだよな、当たり前だよな。それでそのオリジンはどこに。さてクラウド、奴らが逃げる場所、いや逃げる方向に規則性はなかったか。うん、そう言われれば奴ら引くときは必ずここから北へ向かっている気がするな。おう、となるとあそこだな。なるほど、数多くのミラージュ列車が破棄してあるあの墓場か。あまり時間もかけられない、すぐに向かおう。待てクラウド、町の住人の救助はどうする。それに私は。悪いがわしがいつポヒャーとなるかわからんからな。わかっているから長くここを離れられないんですよ。意外と役立たずの上迷惑な人なのです。全然笑えないのは置いといて、私たちが手伝いますね。
おミラージュが相手だってんならヴァンパイアだろうとなんだろうとどんと恋なのです。うん、そうだな。ここは丘からの大人を信じてみよう。列車墓場に行くときは声をかけてくれ。案内する。列車墓場に行くときは声をかけてくれ。案内する。お前たちが見た通り、町はまだ混乱している。俺は住人の救助のため町に戻るが、オリジンは本当に任せて大丈夫だな。出会った時はあれだったけど、ここに来る前俺らの戦い見たろ。大丈夫だって。はい、町の方はお願いします。わかった。状況が許せば俺も後で向かう。よし、列車墓場まで案内するぞ。いいな。ここからはヴァンパイアの巣の中だ。それにここに住み着いてるのはヴァンパイアだけじゃない。気をつけろ。列車がいっぱいなのです。この雰囲気、確かに墓場って感じで、いかに。お、すげえ、持ち上がった。もうそろそろ簡単には驚かなくなったわね。あそこに人影なんてないな。なんて、ここにお墓を作りたいんだ。遠慮します。しかし、どの列車も袴なんてつけてなくね。ボケに気づけなかったのです。
Thank you.